ルノー D2 は、戦艦機のフランス抽戦車。1930年、ルノーは未だ量産されていなかった、ルノー D1 の走行を強化した改良型として、ルノー D2 の生産を同意した。旧来のリベットを多用した設計を用いないことで、重量の削減が期待されていた。この戦車はより大型の重戦車である、ルノー B1 の代替車両となることが期待されていたが、 しかし軍備制限協議の失敗の結果として当初の計画より大幅に製造数が削減され一時的に採用された戦車の一つになってしまった。ルノーの組織上の問題により初期生産の50両の生産は1936年から1937年に遅れることになった。機械的な信頼性の低さが示されていたにもかかわらず、 不評価の戦車部隊を強化するために高価なルノー B1 よりも安価な選択肢として2度目の発注が1938年に行われた。ルノーの財政上の問題のため、この部分的に改良された後期生産型は1940年初頭に少数が完成しただけで総生産数は100両にとどまった。産業の試作車用はモックアップでは ルノー FT の砲塔が取り付けられていた。初期生産型は単方針の 47mmSA34 戦車砲で武装した APX-1 塔を装備。後期生産型ではより強力な 47mmSA35 戦車砲を装備している。1937年。 この戦車は精鋭部隊とみなされていたシャルルド・ゴールの指揮する連帯霊下の一個戦車大隊に配備された。この部隊は通信機の使用などを含む先進的な戦術を訓練されていた。1940年にはこの部隊の能力は戦車の消耗と不十分な訓練の上院司会内にもかかわらず3個中隊が新設されたことで低下していた。それにもかかわらず、 ルノーディ2装備の戦車部隊は、フランスの戦いにおいて、粘り強く戦い、損失のほとんどは敵に撃破されたのではなく、機械的故障だった。ルノーディ1の発注と同時により、近代的な戦車を開発する計画が立ち上がった。ルノーディ1は、すでに純粋な不評支援戦車という枠組みから脱し、敵の戦車とも交戦可能な中戦車へと進化していた。 国際連盟が取り組んでいた国際的な軍備削減により20トン以上の装甲兵器が規制される可能性があったため、その対象となる大型のルノー B1 の役割を代替する戦車の候補となったのである。1930年1月23日、不評価は国防省への所管にて 40mm の装甲板を装備しかつ120馬力のエンジンを備え、 時速 22km 以上で移動する高性能な戦車の製造を提案した。同時に、重量は14から15.5トンに抑えなければ、ならず、これは走行リベット止めではなく、溶接とすることで可能となるとされた。4月14日に計画は承認され、5月には、後に、ルノー D2 及びその植民地配備型のルノー D3 を受注することになるルイルノーに連絡を取った。 この新たな鋳造技術の導入には外国の専門家を雇い入れる必要があったが、これは非常にコストがかかった。ルノーはこの導入費をフランス軍が前払いすべきであると主張したが、軍にそのような予算はなかった。1931年12月8日、この対立を打破するために新たな合意が結ばれ、ルノーは先立ってリベット止めの車体で、 試作車両を作ることとなり1932年4月にルノー UG が完成した。この車両は当初、リュエーユで試験され、1933年5月には第503戦車連隊によって野外試験が行われた。1933年12月12日には生産の合意が取り付けられ兵器諮問委員会に承認された。しかし、ドイツが 国連連盟を脱退した瞬間に軍備制限交渉が意味をなさなくなり、その後フランスもこの交渉から引き上げてしまう。当初予定されていた1935年から1939年までの間に年間150両のルノーディーニを生産するという計画は直ちに削減された。1934年1月14日、最高司令部が承認したのは 最初に発注した50両についてだけであった。この決定はリベット止め走行の試作車両で得られた経験に基づいて行われていたが、しかし当初の想定通り溶接走行の車両だったなら別の結論が導き出されたかもしれないと認識されていた。一方で1932年12月に溶接走行の試作車両が2両発注されていた。 これらは1933年8月に完成していたが受領されたのは11月であった。1934年12月から1935年の夏までの間、バンセンヌの自動車試験委員会は存在した3両の試作車両でそれぞれ異なるエンジンを試験した。リベット止めの車体は120馬力のガソリンジンで、他の2両はディーゼルエンジンである。 計画通りの溶接車体との組み合わせを試験するまでもなくガソリンエンジンが指示された。このような状況であったが、1934年12月29日に50両の車体が41万フランスフランの単価でルノーに発注された。砲塔の製造はこれとは別に行われた。最初に ST3 砲塔が1933年に試験されたが、 より大型の戦車への搭載も視野に入れた ST2 砲塔も検討された上で最終的には当初ルノー B1 のために開発されていた APX1 砲塔の搭載が決定されたんかは61万フランとなった50両が1936年5月になってようやく受領されたこの生産の遅延のために1935年に 総生産数を150両との計画に基づく100両の二次生産はキャンセルされてしまった。ルノー D2 は戦車部隊の編成を急ぐために今すぐ生産に移れる暫定的な戦車だとみなされていたからである。本質的にはルノー D2 はルノー D1 の改良型である。搭載する砲塔の違いによって車高は多少。 変化するが、おおむね2 6 6 6トルほどであり、車体の高さは1 7 5 5トルである。車体長は、オゾりを除いて5 4 6トル幅3 5トルの強強離体を装備し、全幅は2 2 2 3トルである。サスペンションは、基本的に D1 と同様だが、D1 で、 問題とされた離帯の共振を防ぐために、上部天輪にテンションホイールが追加され位置も高くされている。3つの垂直コイルスプリングを覆う走行板は、パネルが8枚から6枚に減らされ、上部天輪の下方に泥抜きの溝が追加された。片側3つずつボギーがあり、それぞれのボギーに4つの下部天輪、コイルスプリング、2つのショックアブソーバーがまとめられている。 前方と軌道輪の後部には専用のダンパー付きテンションホイールが備えられており、これは株天輪と同様の機能を果たすため株天輪の数は片側14個となる。もう一つの変更は主走行の一部のように誤認されがちな収納スペース兼用の大型のフェンダーが追加されたことである。量産車の当初意図されていたより大幅に少ない部分しか溶接が採用されなかった。 価格を下げるために、ルノーは、ボルト及び加熱後は、リベットとしての機能を果たす大型の皿ネジを使用し、薄い一つながりの鋼体によって、主相甲板を互いに結合する斬新な技術を採用した。この方法ならば、車体を形成するための打ち桁が不要となる。主相甲板は 40mm 厚である。 ルノー D1 と同様に乗員は3人だが、無線手は指揮官の代わりに運転手の右側に配置されており、ER52 戦車用無線機のアンテナも無線手の隣に移動している。このスペースを空けるため、車体基準が取り除かれた。この構成は戦闘室をより広くするためにのものだった。製造番号2016及び2049の2、両の指揮戦車は左側に、 ER51 長距離無線機のために2本目のアンテナが搭載されていた。エンジン出力は、ルノー V69.5 リッターエンジンに換装することで150馬力に強化されたが、同時に原設計での15.5トンから19.75トン、つまり20トンの要求ギリギリまでに増加したので、最高速度の増加は時速 23km までにとどまった。 変速機は4段変速である。4つ合わせて352リットルの燃料タンクは 100km の航続距離を実現している。渡可能力は深度1 2 0センチメートルまで、残号超越は深さ2 1 0センチメートルまで、高さ8 0センチメートルまでの障害物を乗り越え、勾配50%までの斜面を途半可能であった。 車体右側に 7.5mm 機関銃が装備されている。APX-1 砲塔には社長しか登場しておらず、限定的対戦車能力を持つ 47mmSA34 戦車砲及び 7.5mm 同軸機銃の砲手と装填手を兼務している。オブス D と呼ばれる重量 1250g、方向初速秒速 490m のルの榴弾と、 オブス B と呼ばれる重量 1410g、方向初速秒速 480m の鉄鋼榴弾の2種類の砲弾が発射可能であった。貫通力は距離 100m で 25mm であり、これは軽装甲の車両にどうにか有効打を与えることができた。最初に生産された製造番号2004から2053までの50、 寮は1936年5月9日から1937年2月23日までの間に受領されたが、国防省は1937年4月10日に新たに50両の発注を決定し、兵器諮問委員会にも1937年5月に承認された。これは効果で陳腐化しつつある、ルノー B1 の製造が続けられるべきか否かという、 当時行われていた議論と関係しており、あらゆる選択肢を残す目的で、ルノー D2 の生産が継続された。ルノーは年間200両の製造が可能だと保証した。実戦配備された、この戦車についての1937年の最初の報告書では明らかに信頼性医者両であると警告していた。にもかかわらず、1938年6月に、 生産命令が下った。しかし、ルノーの深刻な財政的及び社会的問題のために当初しばらくの間は生産を実施できなかった。予備部品の生産さえ遅延したために既存車両の信頼性の問題はなおのこと悪化した。ルノーは同時期に生産していた戦車 AMC35 でもつまずいていた。AMC35 への関心は ベルギーのような他国の購入者からも多かれ少なかれ、注がれ続けており、ルノー d 2でも類似の事態が発生した。1936年9月にフランス兵器購入のために獲得した10億フランの輸出信用を用いて、ルノー d 2の自国での生産すべきかどうかを調査する委員会が1938年8月にポーランドから到着した。 当初ポーランドはより近代的なソミュア S35 の導入を望んでいたが、フランス軍への配備を優先するために拒否されていた。技術移転とライセンス生産の是非の問題によって、複雑化した交渉は当初は頓挫してしまう。1939年初頭には、後期生産系をポーランドに送ることが検討されたが、これはフランスの最高司令官、 モーリスが無理によって差し止められてしまった。彼は先に生産された50両の状態が非常に悪く、一個大体にこの戦車を実戦配備させ、続けるには新しい車両へ完全に置き換えることが最善だと考えていたのである。その後に引退させた車両を火炎放射戦車へと改造することが考えられていた。 第二次世界大戦が始まった後の1939年9月27日、エドワール・ダラディエはこの戦車は、将来のさらなる量産が見込まれた戦車ではないが、それでも以前の製造系を代替する必要を認めて2回目の、発注は完遂しなければならないと決定した。また初期生産型のうち15両を火炎放射戦車に、することも命じた。この事業から得られる収入によって、 ルノーが製造を再開できるようになった。計画では1940年2月に5両、3月に8両、4月から6月は毎月10両、7月に最後の7両が納入されることが見込まれていた。実際には2月に6両、3月に17両、4月に6両、5月に13両、6月に8両が納入された。 軍への配備は3月27日に5両、4月22日に8両、5月6日の10両、5月25日には12両、6月6日に2両。残りの13両については配備されたか分かっていないが、少なくとも、ルノーの工場が6月12日に避難しなければならなくなった時南方へと送られたことは分かっている。 2度目の生産で作られた車両にはいくつかの改良が施されていた。最も重要なのは長方新 SA35 戦車砲を搭載の APX4 砲塔への換装で約2倍の装甲を貫通でき、対戦車戦闘能力が劇的に向上した。砲弾の長さが伸びたため砲弾の搭載数は108発に減少した。新砲塔では単眼鏡の代わりに、 p p l r x 1 6 0エピスコープへと置き換えられ、後部ハッチ紙型の砲塔上面に、対空火器として、機関銃を乗せるための S190G アタッチメントポイントが配置されていた。ルノー B1 の改良型が、B1BIS と名付けられたのと同様に1940年の内部文書には、チャーディーにビスとして記載したものもあったが、公式には解明されなかった。 その他の変更点として、株点輪用の軸受けの強化や離帯が外れにくくするために軌道輪と遊輪の形状の変更、泥除けの縮小、アンテナの軽量化、バッテリーの消費を抑えるためエンジン起動装置などの変更のような足回りに関する改良が施されている。初期生産系を火炎放射線車へ回収することが考慮されていたため一両が試作車として改造された。 1939年9月27日に最初の15両の改修が発注され、1940年4月23日にはすべて車両を改修することが決定した。にもかかわらず、この計画と両立しない並行計画も存在した。1939年9月、中央運転学校で使用されていた5両のうちに、両が試験的に長方針に乾燥し、 三両の戦車が訓練に使用された。1940年の冬には有力な戦車である、ソミア S35 及びルノー B1 の配備数は300両程度に過ぎず、フランス軍は自らに十分な火力を有する戦車が欠如していることを認識するに至った。ここに49両の戦車を追加することができれば、少なからぬ戦力の増強になるはずである。 このため初期生産型の APX-1 砲塔を APX-1A に換装することが決定した。これはルノー B1 として製造された戦車ルノー B1 ビスと同等のものアップグレードするときに行われたのと同じ作業である。APX-1A は原型と同様の単眼鏡を備えていた。3月9日から回収のために 初期生産車両の砲塔が5両3セットを1、バッチとして15両ずつ、流栄ユ交渉に送られた。車体のオーバーホールも計画されていたが予備部品の不足などの影響で送る予定通りにはいかなかった。砲塔と砲塔が別々に分けられたために即座に戦闘配備に戻すことが難しくなった。第19戦車大隊の第2中隊から3月11日に最初の5両が離脱した。 このバッジには、式戦車と予備車両も含まれている。4月12日には、第2バッジの15両が送られた。特筆すべきことに、この計画が進行中にもかかわらず、火炎放射戦車への改造計画は公式に中止されることはなく、書面上においてだけは進行中であった。百三十七年四月に、ルノー D2 を最初に受領したのはメスを拠点とする、 第507戦車連隊であった。3個中隊を編成するのに十分な乗員が訓練された後、同年の7月14日にバスティーユのヒッパレードに新型戦車の披露を兼ねて参加した。その中で最も複雑に塗装された車両は、工場で発色を黒で縁取り塗り分けられもので、深紫やライラック色に空色などの目立つ色も含まれていた。 1937年10月1日、第507戦車連隊第1戦車大隊が45両のルノー D2 で編成された。3両編成の小隊4つを呼び、式戦車2両からなる中隊3つという構成で、うち3両は大隊予備であった。残りの5両は中央運転学校へと回された。当時中佐であった、ドゴールは37年の9月5日から大佐に、 昇進する1937年12月25日までの間この部隊を指揮した。当時のフランスの戦車専門家で最も中心的な人物であったドゴールは特に無線通信の分野において自らの考えを実証するためにこの戦車を用いた。ルノーディー1に比べて明らかに改良されてはいたが欠点も存在しあまりにも信頼性が低く特にエンジン及び、 トランスミッションと走行装置そして冷却系に問題がありすぐに損耗したため整備の労力を課題に要求した。1937年の夏の時点で B1 ビスは月間産業ペースの生産ペースでしかなく S35 に至っては量産段階に入ってさえおらず強力な 47mm 砲を装備する戦車を十分に用意できているとは言えない状態であった。 1938年6月26日の式典においてこのそれぞれの車両にフランス軍による戦勝に終わった著名な戦いにちなんだ個別名を付けられた。ドホールは式典中にアウステルリッツ6路ロロはヨークタウンに登場したが体格が大きかった。彼は運転手の方に足を乗せる必要があった。戦争の脅威が間近に迫るに至りフランスは動員をかけた。 動員計画では、戦車連隊は大隊に分割され、それら大隊は、独立戦車旅団であるグループメンツでバデイランズで、チャーズの下に再編成され、軍があるいは、軍集団規模での装甲予備戦力として、機能することになっていた。したがって、1939年8月27日に、第507戦車連隊第1戦車大隊は、指揮官外目の指揮下で、 第十九不評戦車大隊に改名され、第二軍集団の装甲予備戦力である五百七位、グループメントでバテーランズでチャーズへ編入された。大隊の動員は九月一日に完了し、翌日ドゴールは、第五軍の装甲予備隊の指揮官になる命令を、辞任した。戦争の勃発しフランスも九月三日に正式に参戦、すると大規模な改変が行われ、この大隊も九月六日には、 GBC510 へ再割り当てされ、8日には GBC511 に最終的に13日に第5軍の装甲予備である GBC517 の一員としてザール構成に参加した。大隊は1940年の厳しい冬にも戦闘位置にまだ留まっていたが、この戦車は雪や氷などの陶器環境に適応していないことがすぐに明らかになった。 リバンが平坦すぎたために多くの車両が警告に滑って重大事故に巻き込まれた。この時点で訓練などでも含めて使用が増えていたため、ルノー D2 は消耗が目立っていたため、大体は第二製造バッジの心臓車両で44両の初期生産型の交換することを熱望していた。しかし3月に行われた既存車両のアップグレードで済ませるという決定は、 この期待を裏切るものだった。また回収のために大体から車両が引き抜かれてしまうため実際に使える車両の数はさらに減少した。4月26日に一個中隊が大体から引き抜かれてしまうに至り状況はさらに悪化した。この中隊は5月7日にソ連との冬戦争を 戦っていたフィンランドを支援するため派遣される予定で、編成されていたスカンディナビア遠征軍団の一部として、ジーン、チャールズ・イデー大尉の指揮下で、第345独立戦車中隊に再編された。しかしこの時点でフィンランドはすでに敗北し、戦争は終結していたため、ベーザー演習作戦で、ドイツ軍の侵攻を受けているノルウェーの支援に方針を転換した。 第19不評戦車大隊の第1中隊が派遣部隊の一員に選ばれた。この中隊は初期生産系を装備せず14両全て後期、生産型だった。これ以後この大隊に状態の良い,い心臓車両が届くことはなく、同中隊は4月29日に交換用車両を受領したが、未使用にもかかわらず劣悪な状態で、受領のほとんど直後に故障した。 原因はわかっていないが、この時期に蔓延していた第5列への警戒感のために、ルノーが納入を急いだことによる品質不足とはみなされず、サボタージュによるものと考えられた。しかしルノー D2 が寒冷地での使用に適さないことが明らかになったために、中隊の派遣はすぐに中止された。ほんの数年前までフランスで最も近代化された。 戦車部隊であった第19不評戦車大隊も1940年5月10日のドイツ進行時には蒸気のような状況のために弱体化してしまっていた。第1中隊が再び戻ってきたが交換部品が全く届かないために比較的古い戦車の手法と照準機のコネクタボックスをより新しい戦車への交換部品として使うために取り外してしまったため後期生産型でも数量は 使用不能になっていた。他の2個中隊の戦車のうち21両は、長方針法に換装されたが、そのうち車体のオーバーホールまで完了していたのは5、両に過ぎなかった。第3中隊の残りの9両は改装中で砲塔がついていなかった。また、新造車両は新設される2個独立戦車中隊へ配備することとなったために、新造車両を受領する見込みもなかった。 しかし最終的に心臓者はすべてこの大隊が受け取ることができた。5月15日にドイツ軍がセダン近郊で戦争の決定だとなりうる突破口を開いたとき、フランス軍司令部はこの危機的状況に対応するために急遽保有する予備戦力をすべてここを進撃するドイツ軍にへ投入する命令を下した。このとき、第19不評戦車大隊及び 第345独立戦車中隊は共に新設されたドゴール式下の第4戦車師団に配備されていた。3月17日から20日にかけて第345独立戦車中隊がドイツ軍突破部隊の側面を打撃するため単独で突入し発生したモンコメの戦いや第19不評戦車大隊は 戦闘に参加できる状態ではなく3月17日から19日にかけて第4戦車師団がランキンで行った反撃作戦からも離れていたことなどのように両部隊とも当初は師団の他の戦力と共同して戦闘できていなかった。5月17日第346独立戦車中隊は新たな車両と第106戦車大隊からの乗員を受け取り創設された。 この乗員は簡易的な車止転換訓練を受けることになったが、その短期間の訓練では必要な能力を習得することができないことがすぐ明らかになり乗員はとどめ置かれ、新造車両は第19不評戦車大隊の損耗を補うために使われた。5月18日には、 すでに正式に指揮下に入っていたが、5月21日には、第345独立戦車中隊は、名目上も、第19不評戦車大隊に統合され、第1中隊となり、大隊の戦力を増強した。他にも第1中隊の部品取りに使われて、使用不能になっていた2両を新たな部品で復帰させ、第3中隊の砲塔がなかった4両に、新たな砲塔が装備された。 これらの措置により大体は戦闘が可能な状態になり5月24日にアミアン近郊で初めて戦った24両の戦車を戦場で扱えた翌日までが戦力のピークであった。しかしすぐに状況は再び悪化してしまう。第4戦車次第がアミアンの村務教頭法を打撃するため大規模な反撃に打って出た時大体は17両にまで減ってしまった。 前進中に少数しか生産されてない戦車だったため、ドイツ軍戦車と誤認したフランス不評を退却させてしまい、不評の支援を受けないまま、ドイツ軍の正面へと前進したためなな量が、対戦車砲によって撃破された。予期される、フランス本土への全面侵攻へ対応できる、装甲予備戦力としての機能を果たすことが、できるよう大隊を、再び増強するための試みがやれ、 6月2日に第346独立戦車中隊が第19不評戦車大隊の一部となったが、その13両の戦車は老朽化しており、乗員も未熟だった。6月8日に第350独立戦車中隊が12両の心臓車両で編成され、19日に第19不評戦車大隊に隣接した。その時点で大隊は悲惨な状態にあり、 フランス軍の戦線崩壊が起きている状況で第4戦車師団の交代を援護しなければならなかった。広い範囲をカバーせねばならない上にメンテナンスの時間も取れていないために運用可能な戦車は急激に減少した。停戦の2日前の6月23日、大隊は再び第350独立戦車中隊から切り離され全ての戦車を失い機械化不評大隊となっていた。 部隊に実戦配備された84両のうち、戦闘で敵に撃破され損失した戦車は21両であった。6月25日の時点で、まだ利用可能だったのは7両で、すべて第350独立戦車中隊のものだった。残りの38両は故障後のために放棄され、12両は倉庫に送られ、戦闘に参加しなかったバンヌの 第507戦車連隊の倉庫に保管されていた3両のうち2両は行方不明で1両は強国に落下した。ドイツ軍はフランス軍から受け取った9両と戦場に放棄され乗員が破壊処置を取らなかった12両の計21両のルノー D2 を六角した。ドイツ軍での名称としてパンツァーカンプバゲン733が与えられたが、 路角直後に一時的に運用された車両があっただけで、ドイツ軍への部隊配備は行われなかった。いくつかの車両は、砲塔がバルカン半島で運用される、走行列車へと転用された。ドイツの手に渡らなかった車両のその後ははっきりと分かっていないが、少なくとも一両が戦争の後半に、ビシー政府の秘密裏の戦車設計局である CDM によって研究された。 二つのわずかに異なるルノー D2 及び試作車両一両で終わった姉妹計画のルノー D3 を除いて、これに関連した二つの計画が存在した。一つは火炎放射戦車の設定である。これは、もともとは通常の火炎放射戦車のように敵の統治化などを破壊する目的で考えられたのではなく、 スペイン内戦において戦車が不評用の火炎放射器による攻撃に脆弱だった戦訓から着想を得たものだった。このことから火炎放射戦車は敵の戦車部隊の攻撃から防御陣地を支援するための敵戦車に対する強力な防御兵器としての役割が期待された。1938年からデュエイユ交渉はショーベア工場と共同で 初期生産系をもとに一両の試作車両を組み立て、1939年12月5日に完成した。砲塔が取り外され、2000リットルのベンゾールと軽油の混合燃料が充填された消費材タンクが、車体天板を少し上に突き出した戦闘室に配置され、その下には毎分1800リットルを投射できるポンプがついた噴射のルが、 車体前面に固定配置されている。射程はおよそ50メートルであった。テスト結果は良好で1940年3月28日に50両の改装キットが発注された。これらはもともとの砲塔を噴射ノズルのために使用するため、試作車よりも小型の900リットルの消費材タンクを装備するものだった。4月23日に 初期生産型の50両すべてを改装するよう決定されたが、しかし常実のようにこれは実際には行われなかった。第二のものはオゾリの計画である。第一次世界大戦において戦車のビブに設置されたスキットは残号や対戦車号を超越するために非常に有効であることが実証されていた。特にフランスで多用されており、他国ではあまり使われておらず、 フランスでも年代には残豪戦の遺物として時代遅れのものとみなされていた。しかし、戦争の脅威が差し迫った時、フランスの不評戦車のうち特に全長が短い車両にとっては溝というものが重大な障害物となることが認識され、これを補う機材が要求されることになった。1939年8月25日、リュエイユ交渉は、 自動車試験委員会に軽意用服と内蔵式のジャッキを備えたルノーディー通用の先進的なオゾリを試作し提出した9月2日にオゾリはリベットで取り付けられ11日から試験されたしかし3日以内にオゾリは変装されたこのような構造のオゾリを取り付けることが設計時は想定されていなかったために結合部のリベットに戦車の全重量が負荷としてかかり 引きちぎられてしまったのである。溶接とボルトを使い取り付ける二つ目の試作おぞりが2月5日に完成し、製造が承認されたが、フランスの配線により配備は行われなかった。ルノー d 2に現存車両は存在しない。ありがとうございます。